どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ今回も KCGT ファースト突破シリーズということで、今回もね、ディスコードの、メンバーが貼ってくれたデッキを紹介していくんですが、ジャックジャック大先生がね、電池面デッキで突破したらしいんですよ。なのでちょっと使ってみたんですけど、強いですね。非常に強い。電池面って結構ワンキル能力高いんですよ。なんでかっていうと、なんかこれいつのパックだっけな、これエアリアルアサルとか、これで追加されたこの燃料電池面っていうモンスターが結構特殊召喚簡単で、場に電池面が2体いると特殊召喚できるよっていう、まあ効果で、電池面リリースするとバウンスできるんですよ、相手のカードを。結構今破壊耐性多いでしょ。ホムラガミとかネオスとか結構硬いじゃないですか。ああいうモンスターも、まあ、対象に取れるので、一応だからここでバウンスできるっていうのと、あとこれを安定的に展開できる充電池面、これね、これアドバンス召喚に成功すると手札か、デッキから充電池面以外の電池面出せるんで、これで、角型出して、で角型で特殊召喚成功すると電池面持ってこれるから、燃料電池面持ってきて燃料電池面特殊召喚していくっていう、まあ、ギミックですね。基本的にはまあ、ワンキル能力が非常に高いです。で、アドバンス召喚が基本的にその初動になるんで、迷宮作成っていうね、スキルを使って、素材を用意すると。下敷きをね、用意すると。でね、もちろん、ボタン型がすごいアドバンテージの塊で、こいつアドアドのみの能力者なんで、リバースすると、デッキから、こいつ自身以外の電池面を特殊召喚しながら、ワンドローできるよ。戦闘破壊するとね、されるとっていう効果を持ってるんで、これがまあ相当のアドバンテージを稼いでくれるんだけども、プラスやっぱ初動がちょっと足りないんですよ、電池面って。でじゃあそこでジャックジャック先生が考えたのは、おウィンダじゃんってなったんですよね、多分ね。ウィンダ、これやっぱり初動札が足りないデッキに出張させるとまあ強いと。非常にこの辺のモンスターを出していけるし、別にウィンダからウィンダ出してもいいんで、とても優秀と。だからまあ一応電池面のボタン型と、ウィンダーどっちが引けてれば初動になってくれるんで、まあ、結構ね、優秀。あとはやっぱ防御札としての優秀なクリボール、ワンキル封じクリボール、まあ月光とかも結構辛いし今ね、まあサイバー流も辛いけどとか、バックを、まあ、ぶっ飛ばせる挨拶あたりをぶち込んでひたすらにワンキルしていくっていう、強かったですね。弱点は対象に取れない高打点のモンスター、これクリボールで寝かして超えていくしかないので、突破方法がそういうのには弱いけど、あとあれ呼吸トスマジで手も足も出ない基本的にねのあるんだけど、まあそういう以外だったら結構強いくでれるかなっていう感じなんで、早速ね、電磁面の実力をお見せしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあスーパー電磁面ワンキルをぶちかましていくぜ。でもこのウィンダさんマジで優秀ですね。非常にやっぱその初動札が足りないデッキに、なんかとりあえずなんか脳死でウィンダー3枚ぶち込むっていうのめっちゃ強い。最近だと結構ムーンライト月光とかに入ってたりとかしますよね、ウィンダーね。やっぱその初動札が足りないデッキに結構ウィンダー入れるっていうのは理にかなってると思う。しかもワンキルをまあ防いでくれるっていうのはあるんで、戦闘でも効果でも破壊されると違うなんか精霊銃かなんか出てこれるから結構強いんだよね。なるほど、ウィンダー来すぎ問題は発生するんだけど、こういう風にちょかぶりすぎるとあれやけど、ですね、クリボールがあるかどうかなんだけど、まあ、とりあえずちょっと挨拶するわ。おはようございます。クリボールなかったら勝ちです、もうこれ早いっしょ。クリボールなかったら勝ちっていう。でウィンダー2枚戻して迷宮を作っていく。迷宮リリースして充電池面アドバンス召喚、充電池面の効果を発動。デッキより、電池面角型を特殊召喚、角型の効果を発動。特殊召喚に成功した場合電池面モンスター相手を手札に加えることができる。燃料電池面を手札に加えていく。そして燃料電池面を特殊召喚していく。はあ、燃料電池面の効果を発動。フィードの電池面をリリースして相手のカードを1枚バウンスする。ほらー戻れーバトル。はい、クリボールない。はい、甘え。はい、クリボールなしは甘え。はい、イージー。これがどうやら理解しようだな。そうだ、これがデュエルリンクスだ。
使ってるキャラクターの外見的にね、めちゃくちゃテンション下がるんだけど、これやばいな、これやばいな、これどうしようかな、これはどうすればいいんだ俺は、これちょっときついぞ、これはきついな、どうしよう、どうしよう、これ一応サーチしとく感じかな、サーチしとく感じしかないか。で充電池持ってきておいて、でまあエンドしかないか、やることな、これやばいね、マジクリーボールがあるんで、まあワンチャン耐えれるかなと思うんだけど、まあ多分これ絆、何がしか、ああ水晶か、絆水晶だと思います多分ね。クリストロン強いですよね、いまだに、まあ多分これ今環境トップなんじゃないかと言われているんですが、クリストロンはやっぱりね、何が強いかってね、その防御性能が高い、そして事故らない、あんまりその安定して防御性能が高いっていうのがすごくやっぱりまあ強くて、結構一発屋デッキとかでも全然負けないし、これこのデッキはめちゃめちゃ強いと思うわ。もう受けるわ、700受けるわ、もうなんか意味わかんないだろうな急になんか電池目召喚して死んでくっていうね、あー弱えー、これはワンキル取れねえな、取れないですね、ワンキル取れないんですよね、ワンキル取れないんだったら何もせず、これ死なないんじゃない、これ勇気のターンエンドじゃないかな、これこれなんか出してアドバンス召喚して、もう意味ないんだよな、これ取れないんですよ、ワンキルが、ワンキル取れないから、取れないんだったら意味ないんだよな、取れないんだったら意味ない、取れないんだったら何もしない、取れないんだったら何もしない勇気、クリボールあればいけると思うんだよな、多分いけると思う、勇気のターンエンドこれやばいけどな、やってること結構やばいけど、多分大丈夫だと思う、3体でなんかめちゃめちゃ殴ってくるみたいな展開されるとちょっときついけど、それはそれでありなんだよな、でも3体なんか頑張って並べるっていう展開はそれはそれであり、シストバーンで、あ、スモーが OK、 了解、 OK、 いいよ、2体くらい展開するのは全然いいよ、別に全く問題がない、アメトリクスを出すのもいい、別にそれも別に全然いい、ちょクリボール1枚で耐えれる盤面だったらいける、ダメ、ちょ次のデッキトップによるけど、ちょマジで頼む、何引きたいのかな、あれだわ、あそこ、あ、オッケーオッケー、知らない、オッケー、知らない、オッケー、引いたらいいのは、燃料電池か、あ、業務用はめっちゃいい、で、挨拶していく、しっかりと挨拶をかましていく、でだ、スキル発動、もうなんかようわからん、このなんか局所的挨拶はもういらないから、クリーボールもう使ってる場合じゃない、こことここで迷宮を作成していく、で迷宮を行ったリレーして充電池面特殊召喚、間違えた、アドバン召喚で充電池面効果発動、デッキより電池面モンスター一体を特殊召喚することができる、さあ現れよ、電池面角型、電池面角型の効果を発動、電池面モンスター一体を手札に加えることができる、さあ燃料電池面のバウンス地獄が始まるぜ、現れよ燃料電池面、そして燃料電池面の効果発動、スピードの電池面モンスター一体を利用し、相手のフィールドのモンスター一体をバウンスすることができる、さあ帰れ帰れ、一人帰れ、いいだろう、一人行こうか、いいだろう、よし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 アメトリクス OK、 特殊召喚に成功した場合に守備表示にさせられる OK、 で燃料電池面特殊召喚、燃料電池面効果、戻れ帰れ自宅に帰れ、そして墓地の電池面モンスターを2体除外し、現れよ業務用電池面バトル、何が環境トップじゃバカ、誰が、うわー、どうやら理解しようだな、そうだ、これがデュエルリンクスだ、対戦ありがとうございました、さあお相手の方この盤面地獄だろ、どんだけハゲいんだよ、ハゲしかおらんやん、この盤面
なんだよこれ、ハゲ4人ってどういうこと、何のゲームこれ、何ゲーこれ、迷宮作戦やばい、迷宮作戦来たこれ、やばい、なんだこれ、何迷宮だこれ、ちょっとウィンダ耐えてくれると信じた、これはウィンダ耐えてほしいな。バイロンキューブ来た、あ出た、バイロンキューブ、何これ、何が出てくるんだ、あ出た、バイロンエプシロン、バイロンエプシロンはやばい、このカードが装備されたやつがなんか対象なんだよね、装備カードが対象にならないってやつな、セグメントもやばい、セグメント結構やばいな、出たパーフェクトバイロンこれ久しぶりに見たな、これパーフェクトバイロンを久しぶりに見た、ねセグメントね、装備しているモンスターが効果の対象にならないと、トラップとかモンスターのね、あーオッケーオッケー、でウィンダちゃん効果、そうウィンダちゃん効果、これセグメント結構やばいんだよな、セグメント結構やばくて、あの要は何が起きるかっていうと、セグメントがバイロンを守ってエプシロンを、でエプシロンがセグメントを守るっていう、こういう効果になるんですね。だからお互いがお互いをこうカバーし合ってるみたいな、まあ、一応魔法の耐性は効く、ないので、あやばい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 、ちょっと待って、あれ俺さ、これ冷静に考えたんだけどさ、ちょっとこれペットルフィンしかないか、ペットルしかないんだけど、え、これさ、これさ、俺冷静に考えたんだけど、こいつ突破できんくね、あれ、俺これ突破できるよこれ、対象にモンスターの対象にならないとやばくないこれ、いや、このね、あの電池面でちょっと弱点があって、クリボールで寝かして突破するしかないんだけど、あれこれ積んでないこれあれこれ俺これ積んでますもしかして、これここクリボールなかったら負けでは、え、対象に取れないって結構やばいぞ言ってること、待ってくれ、クリボールで寝かして殴るしかないんだ、そういう時はバイロンエプシロン OK、 効果それはいいわ、それはいいで、効果では破壊されない、あそれはいい、効果では破壊されない、バイロンセグメントの方がいい、それはいい、コンポーネントは貫通だったっけな、コンポーネントは貫通だ、やばいやばいやばい、あー許して、やーあーあーあああ